え、どういう感じで行くんですか？何も聞こえてなくない？どういう感じで行くんですか？大丈夫です。え、大丈夫です。打ち合わせ、あ、大丈夫です。何も決まってないんだけど、怖いよ。リュウジの動画、すごいいい天気。三鹿市、はい、渥美温泉です。すみません、木しか見ないんですけど。まだラル、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。え、もうこのまま、そう、このまま行きます。ということで、渥美温泉に着きました。いやー、突撃しに行きましょう。やば、行くぞ。行くぞ。今日なんですけど、はい、チャンネルあずみさんって知ってます？見ました、びっくりして、はい、いや、なんかチャンネルあずみさんの相沢さんって人なんですけど、はい、はい、渥美温泉のラーメン屋さんです。今回はチャンネルあずみさんに、うん、サプライズで、はい、三鹿さんを合わせに行こうっていう、そういうサプライズなんて、そんな嬉しい。あ、もう知らないんですね、じゃあ。向こうは知らないです。そうなんですね。はい、ここがですね、柏屋旅館さんで、うん、創業350年とかだっけかな、確かそんな年数だったはず。で、ちなみにあっちにね、うん、バラ園っていうのがあって、うん、バラ園に行くと、うん、ツイッターで、はい、20万いいねぐらいついたバラアイスがあって、うん、すごい、っていうのが食べれる場所ですね。ああいうおじ、工事現場の人たちも、あ、風呂さんだみたいになるんですか？いや、わかんない、なってたら、お風呂だ、お風呂だみたいな、なってたらすごいわ。さあ、あ、違う、こっち行って、もうちょい、もうちょい歩きます、もうちょい歩きます。もうヒヤヒヤする。大丈夫、大丈夫、全然大丈夫ですから。ドキドキします。ドキドキする。いいね、カメラ持ってくれてる。あれ、ちょっと、え、あそこの方いる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 。え、座ってる方いるよ。座ってるよ。緊張するんだけど、ね、こういうパターンじゃなかったんだけど。はじめまして。はじめまして。はじめまして。なんで外にいるんですか？三鹿さんじゃないですか？三鹿です。はじめまして。はい、直樹、はい、直樹、はい、直樹、俺だよ。完全にドッキリじゃないですか？嬉しい。嬉しい。どうですか、でも生三鹿さん。めちゃくちゃ可愛いっす。ありがとうございます。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。あ、もう前編で撮っちゃいました。もう僕の仕事は三鹿さんを連れてきた時点で終わりなので、もう何もこっからの展開は考えてなかったんですけど。そうなんすね。いや、企画説明も随分ざっくりしてるなと思ったんですけど、はい、生三鹿さん、どうやら、どうです？いや、それは可愛いよ。ありがとうございます。まあ、見て、動画で見てても、あ、可愛い人だなって思って、嬉しい。これから見たらやっぱ可愛いわな。すごいな、もうオーラが半端ねえ。いやいやいや、そんな、そんなないっすか？ご交差してますか？いや、いろいろ、三鹿さんにはもう、はい、ゲリラでカバーさせていただいて、ありがとうございました。そして、リュウジ君にこの前酔っ払ってライブ配信に電話したり、はい、あ、そうだ、そうだ。いろいろご迷惑をおかけいたします。いえ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 、めちゃめちゃ楽しかったです。もう本当に最近のチャンネルあずみさんの勢いとるたるやいね。いやいや、嬉しいことに結構見ていただいてありがたいです。すごいですよね。僕も羨ましいなと思っていつも見てるんですけど。いや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 。ということでですね、後半はサクッとこんな感じで終わりたいと思うんですけれども、はい、はい、三鹿さんの魅力に、お二人メロメロになったという結果で終わりたいと思います。ありがとうございます。ドッキリ大成功。ありがとうございました。不安だった。ぜひですね、今後ともチャンネルあずみさんも、三鹿さんのチャンネルもよろしくお願いいたします。半冷やし中華始まりましたので、ぜひよろしくお願いします。各 SNS ぜひ三鹿でフォローしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでご参加ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあね、うん、バイバイ。バイバイ。今日の動画はどうだけ？面白っけか？今日も見れくいでありがとうの。チャンネル登録もよろしく。せば、まだ見てのー。